細谷さんのお話になります。細谷さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、春の開発を行ってます細谷と言います。本日はお時間いただきましてありがとうございます。圭介さんの、勉強会ということで、まだ皆さん入られたばかりですかね。で私の方はちょっと先ほどチャットワークのログを遡ってみると、圭介さんと最初やり取りしたのが2016年ぐらいなので、もうかれこれ3年ぐらいのお付き合いさせてもらってるんですけど、承継の 2.0 ですかねの頃にも声掛けいただいて、で圭介さんのそのコンサルの内容の中に春を組み込んでいただいて、今皆さんにご紹介していただいているという経緯になってます。で私の自己紹介なんでどうでもいいと思うんですけど、一応私ももともと2013年に会社員辞めて、eBay 輸出をスタートして、で1年ぐらいやってたんですけど、まあ自己流というか、まあ、一応いろんな情報を自分で採取してやってたんですけど、やっぱりうまくいかなくって、で結局会社辞めたのにまた戻ったりとか、でもやっぱりちょっと副業で続けてたんですけど、でまあ、毎月5万とか10万ぐらいは稼げてたんで、まあ、それなりに続けてたんですけど、ただ在庫管理の部分、その当時何もツールも何もなかったんで、まあ、自分で Excel 表を作って仕入れ先のリストを100とか200とか入れて、でペースティとかですね、あれで毎日そのブラウザに開いて在庫状況見てたりしたんですけど、もうこれはやっとれんなと思って、でまあちょこっと、まあ私 SE だったんで、そのプログラムが作れたんで、まあ春の前景みたいなのを作って、でその当時の、eBay 仲間がいたんですけど、皆さんにお見せしたら、これ私も使ってみたいわってなりまして、で春を開発したっていうことになってます。でおかげさんで2014年にリリースさせていただいても5年ぐらいなりまして、最初通常版だけだったんですけど MWS 版で、で今回、この2月に、eBay と連携できる、eBay 自動連携機能というものを、リリースさせていただきましたので、本日は、まあ、そのあたりのご紹介とですね、あと今後予定してます、今年の6月頃に今度 eBay 自動連携機能にプラスする機能で、eBay 出品機能というものを開発しておりますので、そちらのご紹介とですね、まあ、お時間30分あるのでちょっと余るかなと思ったので、もう一つは春を使っていただいているユーザー様、一応今数百人いらっしゃるんですけど、まあ、eBay だけじゃなくってその他の販路どういうところで使われてて、で、まあ、どれぐらいビジネス、どれぐらいの規模でされているのかというのを、まあ、数例ご紹介させていただきたいなと思います。それでは早速ですが、eBay 自動連携機能ということで、こちら使っていただいている方さんですか。ありがとうございます。一応圭介さんからもお話しいただいているかなと思うんですけど、まあ、ちょっとまだどういったものかご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にご紹介させていただきたいと思いますが、春のホームページですね、開いていただくと、一応 eBay 自動連携機能っていうものがございまして、で、何をするものかっていうと、仕入れ先ですね、例えばヤフオクとか楽天とかいろんな仕入れ先あると思うんですけど、そういったところの、在庫が切れました、で春がアラートを上げましたになると、赤色のアラートが上がると思うんですけども、そちらのタイミングと同時に今度 eBay の方の、出品ですねを、アイテムナンバーで紐付けまして、で、自動的に eBay の 数量ですね、クオンティティをゼロにするという機能です。また逆にアラートが上がったままの状態で今度仕入れ先の在庫が復活しましたという時には、eBay のクオンティティを1にする、まあ、そういうことを自動でやってくれるという機能になります。でこちら一応今eBay の方で、アイテムナンバーが必要になるんですけども、アイテムナンバーさえ登録いただければご利用いただけますの で通常版と、こちら MWS 版に、対応させていただいています。でこちらご利用いただくためには、証券の、コンサル生の方に向けて、特別価格も一応ご用意させていただいてまして、
月額が750円ですかね、を頂戴しておりますので、春の、通常版または MWS 版のご契約と、この eBay 自動連携機能をご契約いただく形になります。で、それ以外に必要なものっていうのは特にないんですけど、一応eBay にですね、デベロッパープログラムという、eBay のツールを開発する人、開発者に向けた、アカウントがありまして、こちらをですね、一応eBay自動連携機能を使っていただく方には、登録いただいてご利用いただく必要があります。ちょっとすみません、パスワードを忘れてしまいました。ちょっとケイスケさんのパソコンをやってたので、一応こちらの方でアカウント取っていただいて、で eBay の開発者向けの、ID があるんですね。あとトークンといいまして、 eBay のアカウントにアクセスするためのトークンというものがありまして、そのあたりをですね、取得いただきまして、で、ハブの方に登録いただく形です。で、こちら登録いただくと、ハブの方の eBay 自動連携機能が有効になる、そういったものになります。で、こちら eBay デベロッパープログラムの方は、無料で、取得できまして、で、1日にですね、5000リクエストまでは無料で使えますので、ハブがアラートを上げて、eBay の出品数量を0にしたり1にしたりっていうことを5000回1日にできるということですね。まあ大量に出品されてて1万品とか出されてて、1万品が1日に全部在庫がなくなるということはまずないと思いますから、まあ多くて 10% とか、まあ、1000品とかが出品停止になっても大丈夫かなというところですね。まあ、といったものになっているんですけども、画面の方をですね、ちょっとご紹介したいと思います。そのデベロッパープログラムの、アカウントを取っていただいて、で、先ほどの、ユーザーアカウントに登録いただきまして、で、日々6時間ごとに、春の方が仕入れ先の在庫チェックすると思うんですけども、在庫が切れた時にですね、アラートが出た時に、eBay自動連携機能が、自動的に機能するわけなんですけども、それを行うために、登録画面の方でこの eBay のアイテムナンバーですね、こちらを入れてください。でまた商品によっては自動連携させたくないとかですね、商品があればこれオンオフできますので、こちらしていただいて、でそれぞれの商品ですね、こういった形でアイテムナンバーですね、再登録いただければ連携が開始されます。で本当に連携しているのかっていうのがやっぱりまあ、私開発者です自身ですけど、やっぱり心配になることもあるんですけど、じゃあ自動連携のログっていうものが見れますので、こちらで最大15日間、残りまして、で例えば今日4月27日のところを開くと、今、出品中のリストが6000件出品してまして、でそれぞれのアイテムナンバーに対する eBay の今出品数が何個なっているのかっていうのをまず eBay の方から読み取ります。でその状態に加えて、今度は春の方の、仕入れ先の、巡回ですね、自動チェックを行って、でその結果がですね、例えば、こちらの商品ですね、のアイテムナンバー、こちらの商品が、仕入れ先の方が在庫が消えましたということで、eBay 側の、クオンティティを1から0にしました。それが、まあ、成功しましたというログになっています。こんな感じでどの商品がデバイスかかったのかというところになっています。で、ちょっとまあ細かい話になるんですけど、なぜデバイスしているのかというのは eBay でエンドアイテムですね、出品停止すると、その月々のマンスリーセリングリミットですかね、を消費してしまいますので、エンドアイテムではなくてデバイス、商品の数量を変更しているという形になっています。もともと春っていうのは守りのツールというかですね、在庫が仕入れ先になくならないように監視するっていう地味というかそういったものなんですけども、まあ、それをもうちょっと補強して、毎日これ画面見なくても、また外注さんにお願いしなくても自動で連携してくれるっていう機能になっています。で次にですね、eBay、自動連携機能、ご契約いただいているユーザー様には、追加料金なしで、
このあと6月頃にリリース予定させていただいてます eBay 出品機能というものを予定しております。でこちらの方が、その名の通り eBay に出品する機能になってまして、まあ、先ほど申し上げたその春っていうのはもう守りのツールなので、あまりその皆さんの売り上げに貢献するということはなかったと思うんですけど、春の方から出品ができる、それもすごく簡単にできるものになればいいかなということで、今開発を進めています。で、まあ、説明についてはこちらになるんですけど、春の画面ですね、あると思うんですけども、もっと、仕入れ先、例えばヤフオクの商品を春に登録したとすると、ヤフオクの商品名だとか、ヤフオクの URL とか、在庫ワードですね、を登録いただいているかと思うんですけど、その仕入れ先の URL を利用しましてですね、まあ、この次に紹介しますけど、仕入れ先サイトの情報を読み取ります。例えばヤフオクであれば、商品のタイトルでありますとか、商品の画像でありますとか、そういったものを、これ、まあ、スクレーピングっていう専門用語なんですけど、で、取得しまして、で画像については、すべて、サーバー側にダウンロードしてですね、で、その情報をもとに、ただ、取得した情報っていうのは日本語ですので、英語に翻訳しないとダメですから、そこを Google 翻訳のまた関数っていうのがありまして、そちらを使ってまずは英語に翻訳して取得します。でその情報を、今度は出品ですねしていただくことで、eBay にそのまま出品いただく。でなおかつ、eBay のアイテムナンバーが発行されますので、それは春に自動的に登録される。まあ、その後はその後、自動連携で在庫調整していただけるということですね。まあそんな感じで今まで eBay への連携という部分ではその在庫調整しかできなかったんですけど、今後は eBay に出してどんどん売り上げを上げていただくというところにも使っていただければなというところです。じゃあその出品機能をちょっと簡単にご紹介したいと思うんですけど、ちょっとその出品機能の機能を一応春のテスト環境に加えてみました。こちら春の通常版の画面ですね。でヤフオクの商品が 1,2,3,4,5 件入ってます。まあ、どんなものなのかってちょっと開いてみますと、まあ、ありえないと思うんですけど、バイク、中古のバイク300万円っていうものとか、これはよくあるかもしれないですね、ブランドのバッグ、スマホ、まあ、こういったものを、まあ、もしかしたら皆さんも出品されてるかもしれませんけど、そちらの仕入れ先 URL が入ってます。で、今回追加したのが、この商品名の下にございます、このeBay 出品というボタンですね。こちらを押していただくと、すみません、ちょっと画面の方は全く作ってないんで、情報そのまま、表示してますけど、もう一回やりますね。出品を押すと、これもうすぐさま、ヤフオクの方に情報を取って、表示してます。で、画像もですね、これ、バッグの画像が1、2、3、4、5、6枚。取得して、ヤフオクの画像って商品ページ見てもそんなに解像度大きくないかもしれないんですけど、実際にはですねソースを見ると、これその6枚の画像の URL なんですけど、こちらを開くと結構な解像度ですねの画像を使われてますので、これをそのまま使った方が、まあ、先ほど圭介さんのお話もありましたけど SEO 的にも良くなるはずだということ。でこちらをそのまま取り込みます。例えばですね、こちらの、ヤフオクの商品を、今度 eBay に出品したいという時には、その出品ボタンを押していただいて、なおかつ商品のタイトルとか、画像とか、あと商品の説明ですね、そういったところは入力いただいて、まあ、ある程度テンプレート化してですね、どれかからまずご自分で作られたものから選択して、で、まあ、情報を書き換えて、必要があれば書き換えて、で上から下まで流して、でこの下の方にですね出品ボタンございますので、こちらを押してください。で一応もう出品する部分も作ってますが、ただちょっとまだ中身全然できてないのでエラーがすごいですけど、まあ、これはリリースまでには完成すると思います。で出品が終わるとですね、私の Gmail に出品しましたと eBay からのメールが飛んできて、
でもうすぐさまこれ eBay に出品された状態です。画像もちょっとまだ1枚しかくっつけないようにしか作れてないですけど、こんな感じで即時に出品ができるというツールになってます。なのでまあちょっとおさらいになりますけど、まずはハルの方に登録いただく、100億の商品であれば100億で、その次に eBay の出品ボタンを押していただく、で各種情報を書き換えていただいて、また価格とかベストオファーとかそういったものを設定いただいて、で最後に出品ですねボタンを押していただくというものを今開発しておりまして、で先ほどの、まあ、もうちょっと詳しい出品画面のイメージとしてはこんな形を考えてますということで、コンディションとかですね、新品なのか中古なのかあると思うんですけども、そういったものの選択だとか、あとアイテムスペシフィック、これは皆さんご自身で、まあカテゴリーだとかジャンルだとかでいろんなスペシフィックあると思うんですけども、そういったものをいくつか入れているようにしたいと思います。あともう今必須だと思いますけど UPC とか MPN とか、あと商品画像ですね、あと商品説明、これもヤフオクであればヤフオクの方から取り込んで、まずは日本語が入ります。それを英語に翻訳したものも入ってきますので、そちらも必要であれば修正いただいて、でデスクリプション、まあ、eBay の、 その商品ページの説明の部分ですね、皆さん作られていると思うんですけど、そういったものもあらかじめご用意いただいた HTML、 これちょっとケイスケさんの方から借用させていただきましたけど、まあ、こんな形の商品説明ディスクリプションですね、ご用意いただいて、で、まあ、ディスクリプションの中身を先ほどヤフオクから取ったところから紐付けて、商品ページが作られるっていうふうにしたいと思いますので、まあ、こういうものも自動的にできます。はい、であとは価格で数量で、eBay のカテゴリー、またはストア開設されている方はストアのカテゴリー、それからシッピング送料とか、最近はもうリターンのプロファイルとかペイメントのプロファイル全部ビジネスポリシーで設定できると思いますので、そのビジネスポリシーの選択をしていただいて、出品ですねしていただけます。まあ、こんな感じを考えてまして、まだ先ほどお見せした画面ぐらいしかできないんですけど、あと2ヶ月ぐらい頑張って開始していきたいと思います。はい、価格ですね、はい、もう書かせていただきました。続きまして、ハルを使っていただいているユーザーさん、ケイスケさんのコンサル生の方以外の方にもすごく多くいらっしゃいまして、まあ、どういったところでご利用いただいているのかですけども、ですね、ちょっと今回、1,2,3,4,5,6,7,8 で書かせていただいてますけど、下の2例についてはもう今ビジネスをストップされて、終了されている方になりますので、こちらはちょっと見ないでいいと思うんですけども、上から ABCDEF とはございますけど、 AB がですね、これが皆さんと同じく eBay で、輸出されている方、国内の商品を eBay で販売する輸出の方です。で CD、 あ、ごめんなさい、 ABC の方が輸出の方ですね、 ABC が輸出で、 DE の方が、輸入の方です。で FGH の方は国内から国内への、まあ、いわゆる転売と呼ばれる方ですかね、になってます。まあ、ちょっと一つ一つご紹介させていただきたいと思いますけども、まず A さんの方は、国内のネットショップから eBay に、中古のですね、衣類関係を出品して販売されています。で一応出品数が今6000品ぐらいございまして、eBay 自動連携機能も使っていただいています。で特にリサーチとかそういうものをしてないようです。っていうのも、中古の衣類なので、まあ、お客さんって欲しいものが固定じゃないんです。もう皆さん好みもそれぞれあると思いますし、まあ、そんな感じでもう全てのものをそのまま出す、大量に出品するという販売方法を捉えています。でこの方の登録がですね、まあ、どういうところから仕入れられているのかっていうのが、まあ、セカストさんですねの、まあ、こういう、ズボンとか、衣類ですね、
築、A さんの仕入れ先、あ、この同じですね、セカンドストリートの、まあ、中古の衣類ですね、をeBayの方で販売されております。で、セカンドストリート、まあ、全国にあると思うんですけど、店舗の商品を、まあ、ネットでも併売ですね、同時販売されてて、そのネットの商品は購入すると、ご自宅に送られるっていうネットショップなんですけど、この中古の衣類はeBay から返品になっても、またセカンドストリートに持っていけば、また買い取ってもらえますので、まあ、そういった意味ではすごく何ですかね、仕入れ先としてはいいところかなというのがあると思います。で、続きまして、B さん、この方も eBay で販売されてまして、国内のネットショップの、中古の腕時計または懐中時計などを6000品ぐらい、販売されてます。で、この方の出品枠が確か1億円ぐらいあるっておっしゃってて、まあ、eBay もすごく長くやってらっしゃる方なんですけど、もう国内の eBay Japan からのサポートも受けられてて、で、まあ、リミッターアップもその eBay Japan に直接交渉すれば、まあ、1億にしてもらえたということなんですけど、まあ、どういったものを出しているのかっていうところで、中古の腕時計ですね、まあ、単価が10万円超えですので、まあ、すごく高単価のものを、まあ、やはり在庫するとなるとすごく難しいので、無在庫で、まあ、やってるっていうことみたいなんですけど、まあ、無在庫のメリットとしてはそういう高単価のものを出せると。で、まあ、そういう中古関係はやはり利益率が高いというものが言えると思います。どうしてもその新品っていうのはその価格競争になりやすいっていうのもありますので、皆さん中古の方がやっぱり多いかなと私は思ってます。で、続きまして、eBay ではなくて今度はエトシーっていうんですかね、ちょっと私よく知らないんですけど、アメリカのそのマーケットプレイスで、いろんな、ハンドメイドですね、手作りのものを出品するっていうプラットフォームになってるかと思うんですが、この方は、その手作りは手作りでも、その手芸関係もやっぱり出品しても大丈夫みたいですので、Amazon から、Amazon の商品ですね、それも新品の手芸関係をエトシーの方で出品されています。まあ、大体出品数としては3000から4000ぐらいで、C さんの商品をちょっと見てみたいと思うんですが、まあ、Amazon の仕入れですので、すごく仕入れが間違いないというか、必ず翌日またはその明後日2日ぐらいで届くかなというところなんですけど、こういう手ぬぐいでありますとか、またはその手芸関係の本ですね、編み方とか、まあ、そういう、解説した本、まあ、Amazon だとまあ本はすごくたくさん販売してますから、 Amazon から仕入れられてエトシーで販売されているということですね。続きまして、D さんは、輸入の方です。で、これバイマーですね、ご存知だと思いますけど、国内の、消費者、買い手の方が、いろんな海外のブランド品を購入するサイトになってまして、ここは私もすみません、実際やってるわけじゃないので話聞いただけなんですけど、バイマーってところが、まあ、よく海外のサイトの無在庫で、出品リストして、出してるだけなんですけども、購入者の方から注文が入ったら、海外から買い付けをするみたいなイメージなんですね。その出品者が海外のサイトまたは海外から直接買い付けるということをするプラットフォームになりますので、その買い付け率っていうのが一番重要みたいですね。で、仮に海外のサイトに、商品がもうなくなってて、国内で販売できなくても特にアカウントには影響がないということを聞いています。まあ、一番重要なのはそのいくつ販売しててその買い付けできたかどうかが一番重要な指標みたいですので、まあ、そこさえ気をつけてればすごく販売、しやすいっていうことですね。ハルを使っていただいている方でこのバイマー無在庫販売されている方っていうのはまだまだすごく少なくって、なんかすごく美味しい環境みたいなですね、競争もすごく少ない。まあ逆に輸出じゃなくて輸入なので、消費者の還付っていうものは受けれなくなるんですけど、まあ、いろんなビジネスを何本か柱立てたいという方にはいいかなというところですね。
その D さんの、どういったものを販売されているのか、海外のブランド品ですので、この方は専門店化されて、いわゆる帽子ですねを全ていろんなメーカーの帽子を、帽子やバッグとかを出されているようです。なのでこれも同じですね、リサーチしてないそうですね。やっぱりもうその海外のネットショップのものをそのまま、出品ページに直して、でそのまま大量に出品しているだけですので、まあ頭はつかなくていいみたいな、そんな販売方法かもしれません。はい、続きまして、この E さんですね、こちら、この方も輸入の方です。で、楽天市場で販売されている、方で、まあ個人の方ではなくて、やっぱり楽天のショップさんっていうのはもう、ね、法人化されている方が多いんですけど、どういったものを売られているかというと、海外の、まあ、メジャーなブランドとか、国内で人気があるものとかを、楽天市場で専門店化して販売しているというところですね。で、この方はすごくご質問いただく、多くいただく方なんですけど、ショップ、こういったアパレル関係の商材っていうのが、やはり色とかサイズとかいろんなバリエーションがありますので、そのバリエーションごとに在庫があるかないかを監視したりということをすごく言ってくるんですね。で、やっぱりサイトの HTML といいますけど、情報の中にその各サイズごとの、違いを示す在庫ワードがあれば監視できますので、一応もうこの方からご質問いただいているサイトは大体もう私が全部調べて、で、まあ、例えばこの商品であれば1サイズの在庫ワード、M サイズの在庫ワード、全部個別に、在庫ワードを登録しています。まあ、そういうふうに在庫ワードさえ分かればサイズごとバリエーションごとに監視が可能というところですね。もしご質問あれば、春のホームページまたは私チャットワークとかメールとかどんどんご連絡いただければ、可能な範囲でお答えをさせていただきますので。で、E さん、まあ、こういったパンツですね、これもサイズがいくつか分かれてて、でサイズごとにやっぱりソールドアウトになったりしますので、これ全て在庫ありますけど、まあ、そういうソールドアウトを、識別する在庫はっていうのを登録しています。で、確かこの方すごく国内では高額で販売されてまして、海外で20ドルぐらいで売られているものを、国内で8000円とかで販売されてるんですかね。ので、利益率がすごく高いですね。 50% ぐらい取られてます。楽天市場とアマゾン、どっちで服とか買いますかっていうと、アマゾンであんまり服とか買わないですよね。やっぱり楽天とかヤフーショッピングとかで見られる人が多いかなと思いますので、すごくまあそのマーケットプレイスには合ってる商材かなというところですね。一応楽天だけじゃなくて、自社のネットショップも開設されて、そちらでもダイレクトに販売されているそうです。はい、で最後続きまして、F さん、こちらの方は国内で販売されている方です。それも仕入れも国内、ネッシーですね、ご存知だと思いますけど、卸価格、問屋さんが登録されているサイト、ネッシーけど、一応そちらの方も春の方監視できることを、確認できてますので、ただこちらメッシーを監視されるときは春の内部的な設定をですね、ちょっと一部変更する必要がありますので、まあもしご希望ありましたらご連絡いただければ設定させていただきます。で、その国内の問屋さんの卸価格で仕入れできますので、それをヤフーショッピングで販売します。先ほど楽天と同じくヤフーショッピング、そういうアパレル関係すごく売れるみたいです。で、楽天とかヤフーショッピング、今新たにアカウント開設しようとするとすごく審査が厳しくて、何回も落ちたっていう話をよく聞くんですけど、傾向的にですね、やっぱり個人事業主の方だと厳しそうです。で、法人化されてる方であればどちらかというと審査通りやすいって聞いてます。で、国内市場でちょっと目を向けますと、まあ、最後に書きましたけど、アマゾンから、ヤフオクで販売したい、または逆にヤフオクからアマゾンに販売したい、
っていうことがここ1年前ぐらいまではすごくできてたみたいなんですけど、実際春のユーザーさんの MWS プランを何アカウントも契約いただいて、で1万ピンとか2万ピンとかそれをもう一気にヤフオクに出したりアマゾン出したりされてたんですけど、もう皆さん全ていらっしゃらなくなりました。なんかやっぱりあったんでしょうね、そのアカウント の, 皆さん一斉に停止っていうのが、まあ、これこういった市場でも今後やっぱりちょっと厳しくなってくるかなと思いますので、まあ、やはり、海外ですね、輸入または輸出、海外を絡めていただいて、まあ、国内で販売されるのであれば、すごく売れる市場もまだまだありますので、まあ、そういったところも視野に入れていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ところで一応全て内容は私の以上になりますけども、何か特にご質問ございませんか？